日本維新の会の足立康史でございます。今日は参考人の皆様ありがとうございます。今日ですね、原田参考人お越しをいただいて、原田さんも原田先生の話、私本読みまくってまして、もう分かってますので、原田参考人の意見について他の方の意見をちょっと聞きたいんですね。すいません、私がお呼びしたのに申し訳ありませんが、原田参考人がですね、生活保護受給者の10倍手を差し伸べなあかん方々がいるんだと、あるいは、健康で文化的な生活をできてない方が相当規模でいるんだというご指摘がありました。名古屋商科大学の原田豊と申します。本日の目的は生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律案についての参考人質疑というように理解しておりまして、こういう法律改正が必要だということも理解しておりますが、その上でですね、あえて抜本的な見直しの考え方を提起してみたいと思います。それはベーシックインカム、基礎的所得と言われているものですけれども、それによって全ての人に最低限の健康で文化的な生活をするための所得を給付して貧困をなくすことを提案したいというように思います。でまず現状の生活保護制度の問題点と、ユニバーサルベーシックインカム、これは全ての人にというわけですけれども、まあそれ以外に部分的なベーシックインカムという考え方もあると思います。でそれについては順次ご説明してまいりますが、まず現状の生活保護制度の問題点についていくつか指摘してみたいと思います。で生活保護が無年金低年金者を救う方策になっていて、年金制度の不備を助ける制度になっております。これは私は非常におかしなことではないかというように思っております。で2番目は、生活保護は本当に貧しいすべての人を助けているのかという疑問があります。生活保護水準で生活している世帯が生活保護受給世帯の13倍ぐらいあるのではないかというように考えております。先ほど支援員の年収が200万円ちょっとというお話ありましたが、そういう人々はかなり貧困に近いのではないかというように思います。それからまた日本の貧困はシングルマザーの問題なわけですけれども、シングルマザーの数についてもですね、厚労省の数字と内閣府の数字でかなりというか非常に大きく違いまして、内閣府ですとシングルマザーは119万世帯あると。でこの中で生活保護水準で生活している人は、まあ、30万から40万世帯あるいはもっといるのではないかというように思います。で生活保護制度はシングルマザーの貧困を見逃しているのではないかというように考えております。4番目は、生活保護制度が壁を作ってしまうこと、むしろ自立を妨げること、つまり働いて余計に稼ごうとするとですね、まあ全部ほとんど全部取られてしまうということになっております。生活保護の不正受給と言われるものはですね、まあほとんどがこっそり働いたということなんですね。しかしまあこっそりでも働きたくなるのはやむを得ないことであって、それを禁止するということ自体が、まあ、私はちょっとおかしいのではないか、せっかく自立しようとしている人の足を引っ張ることになるのではないか、また不正受給を摘発するコストというのは大変なものであると思います。で5番目は、貧困とはお金のないことではなく社会から排除されること、貧困者にきめ細かく寄り添って指導することが大事だというのが、まあ、生活保護を支える方々がおっしゃることなんですけれども、きめ細かく寄り添うことはもう不可能なのではないかというように思います。で生活保護世帯は160万世帯おりますけれども、この160万世帯に寄り添うのもですね、
まあ、アップアップではないかというように思います。で、私の考えによれば、まあ、その10倍以上の人が貧困世帯というべきではないかというように思いますので、寄り添うことは不可能だというように思います。今までは失業率が下がると生活保護がですね、下がると、生活保護世帯が減るという関係がありましたが、その関係がもうなくなっている。で、今高止まりしているわけですね。生活失業率は下がっておりますので、これはなぜかというと高齢者世帯が増えているからで、そもそも働くことが非常に難しい人たちが増えているので、これができなくなっているということです。生活保護世帯は全ての貧困を救っているのかということを考えますと、おそらくですね、その13倍の人が生活保護水準以下で生活しているのではないかと思います。実際に扶助を受けている人は生活保護基準以下で生活している人の13分の1だというのは、まあ、ラフな、正直言ってラフな計算です。本当は10倍かもしれないし15倍かもしれません。しかし、立花木俊明京都大学名誉教授は、生活保護水準以下の所得で暮らしている人は人口の 13% だということを、試算しております。で、その生活保護の問題点というのは、その水準が低いことではなくて、まあ、国際的に見ればですね、そう低いわけではなくて、日本のレベルは高いと思うんですね。で、高いにもかかわらず多くの人がその恩恵に預かれていないことが問題です。母子世帯の就業率は 86% と極めて高くてですね、世界的にも母子世帯をこれほど働かせている国というのはないんじゃないかと思います。で、働いているのも貧しい。だから、これはワーキングプアの問題でもあるわけです。日本の一人親世帯の相対的貧困率は世界一高いんですね。 48.6 というのが相対的貧困率の数字でありまして、例えばデンマークですと 9.7 でしかないという関係があります。これは日本で子どもが生まれない大きな要因なのではないかと思います。つまり、下手をしてシングルマザーになってしまうと、ともかく貧困になってしまうから、シングルマザーにならないように、まあ、結果として結婚しない、子供を産まないということになってしまうのではないかと思います。日本の貧困はシングルマザーで問題でありまして、日本の生活保護制度はシングルマザーを見逃しているというように思います。それから、生活保護制度が壁を作ってしまい、むしろ自立を妨げるという問題がある。それから、貧困とはお金のないことではなく、社会から排除されるという発想ですけれども、これはまあそうかもしれませんが、じゃあ現実にそれに対してどう対応できるんだというと、そもそも人がいないという問題に突き当たってしまいますということです。原田参考人がですね、生活保護受給者の10倍手を差し伸べなあかん方々がいるんだと、あるいは、健康で文化的な生活をできてない方が相当規模でいるんだというご指摘がありました。これ他の参考人の方、相当なボリュームで貧困というものがあって、新生主義ですから、生活保護を本当は受けてもいいんだけども、受けていらっしゃらない方が相当なボリュームでいる、そこにリーチするというのは相当大変なことなんだと、これが原田参考人の論旨だったと思います。短く賛成か反対か教えていただきたいんですけど。詳しい数値は存じ上げませんが、確かにそういう方が存在するといったことはなんとなく理解をしておりまして、そこはきちんとアウトリーチ等でですね、支援をしていくべきというふうに考えています。生活保護だけは絶対嫌だと言われる方非常に多いです。これはやはり生活保護に対するスティグマの問題であって、正しい理解、国民の権利ですということを周知し
して、皆さんにお伝えしていくということは必要だと思います。で、保護の補足率の問題というのは非常に重要だと思いますので、ぜひともここは取り組んでいただきたいと思います。地方自治体の公務員の方の働きが大変重要だとか、それから今のスティグマの話もあって、この世界は本当に難しい世界だと思います。自立支援員の処遇の問題、結局支援する側が貧困なんですよね。で、それはこの分野だけではなくて、障害の世界、障害福祉の世界、介護、医療、どこでも今人が足りない。で、どこでも賃金が低いと言われている。これから少子高齢化がますます進む中で、今のままのやり方だけでカバーしていけるのかということについての見通しっていうか、なかなか難しいよなと思ってらっしゃるから、いやいや、もう大丈夫だということが。自立相談支援員も、例えば消費生活相談員も、非正規のこの給料だけでは食べていけないんですね。で、この食べていけない給料で仕事を全うしようとしていくのは非常に難しい。だからこの会計年度任用職員にしても、非正規で働く方々の処遇改善しない限り、やはりここの人手不足、マンパワー不足というのは解決しないと思います。他方ね、本当にその処遇改善していくと、で、寄り添うっていうことは大変なことで、本当に一人の困ってらっしゃる方に支援員が寄り添うっていうことは相当な時間を要することですから、そこの処遇を改善したら、じゃあその方の給与は本当はその助けを求めてらっしゃる方に渡した方がいいんじゃないかという費用と効果の問題が出てくるわけですね。そういう中で私は原田参考人のような議論が出てきてるとこう思うわけです。私はやっぱり今日原田さんがおっしゃった、ある程度現金で深い生活保護という深いプールではなくて、もう少し浅くて金額は低くてもいいけれども、ベーシックな年金、基礎年金とか、あるいは子ども手当、児童手当の拡充とか、あるいは現役世代のセーフティーネット、これをやはり根本的に、抜本的にもう一度議論すべきだということを私たちは考えていますが、原田参考人お願いします。原田参考人お願いいたします。生活保護にリーチできていない人がたくさんいて、そこに貧困があるんだということについて、多くのご専門の方もにもご賛同いただきましてありがとうございます。まあ、費用対効果という言葉がいいかどうか分かりませんけれども、まあ、寄り添うことは大変なコストがかかるわけですので、現金支給であればですね、寄り添う時間を節約できると。で、ただ本当に例えば知的障害の方とかですね、そういう方に対しては、まあ、寄り添うしかないと思いますので、そういうことは必要だと思います。ですから、その集中的に、そういう方に集中的に寄り添って、それ以外の方にはなるべく現金で解決すると。で、シングルマザーの貧困の話もですね、だから例えばシングルマザーの子ども手当を大幅に増やせばですね、かなり解決する問題ではないかと。で、ヨーロッパの国ではそうしているというように思います。はい、私もですね、寄り添う必要がないと言ってるのは全くないですよ。本当に支援を必要とする方、寄り添って差し上げるべき方にしっかりと寄り添ってあげるためにも、制度的な議論をもう少ししていきたいとこう思っておりますので、それ申し上げて質問を終わります。今日はありがとうございました。